さっき散々語ってましたけど、結局ね、大吉水産さん入っとったんで、あ、ついにね、マグロを食いますよ、ここの。マグロ尽くしなんてのが売ってましたからね。いや、ちょうどいいやつでね、買ってきましたよと。で、どこかな、そんなことやっとったらね、まあまあいい時間になっちゃってるんですよね。そっから北千住って、ちょっと距離あるのかな。あ、でもそんな離れてる感じじゃないな。もう案内出てるもんな。よし。じゃあせっかくやで。モノレールの、すごいですね。上にモノレール、下に高速。うわぁ。広い高速やな。1、2、3、4、5、5車線。うわぁ。で、走ってきますね。うわぁ、こっちもこっちで。うわぁ、すごい。山田クロスですね。中が高速で、外側が一般道か。ああ。これで堺の方まで行くんや。へえ。これ県道2号線なんや。あ、県道じゃないわ。大阪やで不動か。え、大阪は不動になるの？そうやんな。ねえ、そう、北海道は道道になるんですよね。そう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 。ええー。それはまあ当たり前じゃ当たり前じゃないけど。へえ。で、豊中。もう山あたりとかになってますけど。このままずーっと行ったら、この辺りも千里になってますもんね。これも立派な道ですけど、これも不動なんやね。ちなみにあれは、バンコク共通なんかな、ルートの R を書くと、県道とかこの扱いで、R を大文字で書くと、なんか、あの、国道みたいな。なんかそんな振り分け方がありますけど、あれって、SL。なんだ、SL。ホテルじゃないの？ SL の。あ、セレンパニーホールなんや。へぇ。万博公園の方か。あー。箕面の方ね。あー。箕面の方に行きゃいいのかな。線路がそっちの方に伸びてってますもんね。この119号線で行っちゃうかな。そんなに遠くなさそうやな。やっぱ電動自動車、自転車、こういう坂道強そうですね。この町のこっち側が、山田になってる感じらしいですけどね。で、地図の情報やと、なんかこの辺りに川が流れとって、山田ですね。あ、いいですね。山田北。18。で、ここが川。これかな？昭和40年。これが、あ、この川が山田川らしいですよ。お、山田川。あ、すごい山田感溢れる川じゃないですか。素敵な町です、山田。で、これ渡ったらもう山田町ではないみたいですけどね。まあでも町名で山田って入っとるところは、あ、こう何も行けませんよと。あ、万博公園のあたりがそうなんや。ちなみに、山田町っていうのはあちこちにありますね。四日市にもありますね、山田町って。小山田記念病院とかがあるあたりね。小山田郵便局。あれ、あの、小山と山田で、山田町ね、なってますから。うん。あのあたり山田町です。あとね、名古屋もね、あるんですよ。名古屋はね、大園駅の近く。あのあたりにね、実は山田町と山田1丁目から山田5丁目まであったかな。そう。すごい山田のでっかいエリアがあって。一大山田エリアがあるんですよ。そのあたりにはね、山田天満宮っていうね、山田天満宮なんていうね、あの、神社もあってね、あと山田郵便局っていうのもあったりしますからね、あそこら辺は、名古屋ね。うん。そう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 。
で、あの、散々山田川で駅がついてるところは珍しいですよねって話をしてましたけど、考えてみたら有名なところちょっとありましたね。近鉄の宇治山田駅ね。お前何回行っとるんやっていうぐらいね、よー行っとるところですけど、そうや、宇治山田は、なかなかえぐいとこにつけるな。多分交差点内やから今の完全アウトな気がするんやけどな。どうしような、このまま警察署やってこ、山田警察署があったらやってきましょうかね。さあ、でこの道ずっと行ったらいけるんかな。じゃあまだこ、1時間はないけど、まあ40分ぐらい余裕があるから大丈夫そうですね。よし、これは全部万博ってつくのが多いんですね。もう山田万博地域とでも名付けましょうか。ここは何の店？ボーランジェリーパンなんだ。パン、ちょっとパン買っててみようか。いやいやいや、つい寄っちゃいましたよ。バケット売ってたんだよね。やっぱパン屋さんのバケットって美味しいですからね、買っちゃいました。お前、お寿司とバケットってどんな組み合わせやってなるんですけど、これはまあ明日のモーニングですよね。そうそうそう。あとね、なんかね、こんなリーフパイっての売っとったでね、買ってみました。これはちょっと帰りにつまみながら行こうかな。もう完全にこの姿だけ見たら地元の人って感じですよね。まあ、こうですもんね。まあ、半袖なんかおかしいかもしれませんけど。まあ、半袖行きましょう。まあ、全然余裕ですよ、まだ。多分ね、1月ぐらいまではこの格好で行きますからね。はい。基本的に、オールシーズン変わりません。2月の雪が降ったりすると、ちょっと長袖になったりとかしますけどね。まあ、それは多少のアウターは着たりするかもしれませんけどね。で、一体いつもそんな感じですからね。でもいいですね、こういう街のパン屋さん、こんな散歩しやんと見つかりませんからね。よしよしよし、ステーションってなっとるけど、あ、もうそろそろここは北消防署、吹田でもこれ北の方なんでしょうね。うん、北千里駅こっちってなってるな。あれですね、駐車場がなさそうな感じだったかな、さっきのところ。まあ、なかなかないでしょう。この山田駅から北千里駅まで歩いて YouTube で投稿しようなんていうのはね。でもね、こういうところにあるんですよ。へぇー。月一万4千円、結構ええ値段すんな。一万4千300円って言ったら、まあまあいいよな。まあ、それだけ、需要があるんでしょうね。これと補修中。大通り沿いだけど、普通に一軒家がずらっと並ぶんですね。面白い構造ですね。まあ確かにちょっとしたスペースですからね。商業施設を作るにはちょっと物足りないスペースなのかな。うん。うまいこと。阪急あたりが宅地開発したんでしょうね。あ、ちなみにバケット買いましたけどね、私はね、バケットはね、バターでも美味しいんですけど、実はオリーブオイル塗ってね、フライパンでジュッてやるのが好きなんですよね。美味しいですよ。あのね、オリーブオイルをね、たっぷり染み込ませてね。そう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 。うん。あれはね、マーガリンじゃダメですね。がぜん美味しいです。で、あの、スープ料理とかに合わせるのにもいいですからね。うん。ちょっと高級なね、高級というかね、ちゃんとしたパンなんであれですけど、いや、リーズナブルなね、バケットタイプのやつ、パスコなんかが売ってるようなね、やつとかありますけど、あれやったらね、カレーとかにつけてもいいですしね。食パンよりもね、しっかりと染みたりしますんでね。
それはそれでまた美味しいんですよ。いやここの横の宅地は横に広長いな。へえ。あとまあまあ駅感ありますね。しまったね。しまっときゃよかったこれ。いやでもまあまあ距離ありますね。これねまあまあ距離が あってね、だれてくるとね。何が困るかというとね、後で編集するときにね、まあカットが長いわけですよ。散歩シリーズは分かりますね。あのカットが長いって言ったらね、でもねカットの仕方が難しいのはね、あのあっちのが難しいです。あの車の運転動画、あのなんでかというと音の波長を見たら、あのこの散歩の場合はね、まああの横ガンガン走ってるようなあの繁華街とかは別ですよ。まあそういうところは使えるところが多いですし、あれなんですけど、あのねこういうねところ歩いとると、あの何もなくて喋ってないところはね、あの音の発生がねスーってね入ってませんからね、そこの間をねバシッとカットしたればね、だいたいそれでね形になるんですけどね、車の場合は車のエンジンを拾っちゃうんで、その発生が見えないんですよね。だからねずーっと追っとかないとね、どこで何があったかね、あの、わかりにくくてね、あれは苦労するんですよ。そろそろかな？結構距離あるな。何分ぐらい歩いてる？あ、まあまあいい時間？あ、でもまだ5時ジャストですから、まだ大丈夫ですね。さあ。すごいな、この辺りに団地もでかいな。ああ、これ思ったより遠いな。山田千里か。南千里と山田の間は結構短そうでしたけどね。はあ、まあまあでも電車の一駅って電車に乗っとるとね、こんな距離すぐやんと思うけど、いざ歩いてみるとやっぱしね、車とかね、チャリにこうやったらね、まあまあすぐなんやけどっていうことありますからね。天下茶屋、大阪梅田駅あるんや。へえ。こっちから梅田に行くやつもあるんやね。へえ。あ、駅のホームが見えてきた。北千里はザベッドタウンって感じですよね。そうか。ザ・ベッドタウンだな、すっげえな。これ全部あれだ。公団住宅なんだ。へぇ。あ、号数の振り方、公団の振り方ですよね、これ。へぇ。UR かな、この感じだと。奥もザ・公団住宅って感じの作りですし。これは相当、開発すごいですね。で、ここら辺の人たち向けに駅を作りましたって感じなんでしょうね。ただしまった、近鉄特急と違って、これ車内で食べれないな。ちょっとどっかで食う時間を取らないといけないか。よし。まあ家帰ってから食べてもいいですけどね。よいしょ。特急みたいにね、あの、食べてどうぞみたいなね、感じのね、あの、ウェルカムスタイルになってなかったらね、ちょっとね、まあでも、昔あれですね、名古屋の市営地下鉄乗っ取った時に、鶴舞線乗っ取った時に一回ね、まあ、なかなかね、なんつっていいのかな、まあ、ガーハ系統でも言いましょうかね。まあ、ね、ちょっとマナー的にどうなのかな、みたいなね、JK 集団がね、乗ってきたことがありますよね。昔の話ですよ。でね、まずね、何がすごいってね、席と席の間のちょうど出入り口になるような、ちょっと十字路になるようなスペースあるじゃないですか。あそこのところにドカーンって油かいて座り出して3人ぐらいが。何し始めたかってカレーヌードル食べ始めたんですよ。
電車の車内ですよ。で、あぐらかいて、床ですよ、床に。そのまま、床であぐらかいて。さしてね、見てね、ありがたいものでもないやつとかね、見させられた上にね、これ、カレーヌードルと UFO 食べ始めたんですよね、その JK が。あれね、飯テロっすよ。あの地下鉄の車内で、まあまあ、この名古屋の市営地下鉄で、まあ、鶴舞線ですからね、東山線ほどではないといえ、あれはね、カレーヌードル食うの、UFO は先にお湯を捨てといたんでしょうね、その場でソース混ぜて、やってましたけどね、湯だけ切っといて多分残しといたのかな、そこまでして食うと思いましたけどね、難しいところです、電車の車内の飲食っていうのはね、少なくともカレーヌードルはやめときましょう。あんな汁こぼれたら大変ですしね。それ以前の問題やろうな、カレーヌードルは。おーって言っとったら、ついたついた。これが、北千里駅。すごい、すごい。